少し高度になりますが、技を一つずつ変えたいと思います。上げ受けから反対、これができるようになったら同じように少しスムーズに一つずつ受けと手を入れ替えるようにしてください。まずは正確に上げ受け、手を入れ替えて外受け、下段払い、内受け、下受け、手を入れ替えて反対から最後はこれがスムーズに全て行えるように何度も何度も稽古してみてください。